なんかお前らないんか。早く炊けて手間いらずでかまどで炊くよりも美味しくできる炊飯器な、これを開発せなあかんねやな。あこのプロジェクトが成功したら我が社は一気にシェアナンバーワンや。このプロジェクトに社員がかかっとんねん。なあお前らエンジニアのほう毎日見せろよ。もうおい、ヤシウジなんかないんか。お前このチームトップの頭脳やろ。なんかないんか。問題はいかにして熱を直接米に伝えるかですね。だからそこでずっと堂々巡りしてんねん。もう会議始まってもう7時間ぐらい経ってんねん。なんかないんか。なるほど。おお、そうなんした。どうなんした、社長。お、どうなんした。今日で会社辞めます。今までお世話になりました。ちょっと待って。はい。今までお世話になりました。ありがとうございました。はい。いや、ちょっと待って。いや、違う、お前なんか思いついてて。え、なんか思いついてたやんか、お前。いやいや、別に。いや、思いついてたんちゃうの。何思いついてたやろ。いや、もともとね、この会社合わなかったんですよ。え、失礼します。いや、ちょっと待って。あ、お前、独立するけ。いや、あかんねん、お前。あかんねん、お前、それはあかんねん。お前、アイデア持って独立するけやろ。いいじゃないですか。いや、お前、それはあかん。それはもう、このプロジェクトチームで考えたことになるから、それは。なあ、せこい、それはせこい、お前は。いや、みんなと裸合わなかったんだよ。いや、違う、あかんって、ほんまにあかんだよ、お前。それは、いいんですけど。ん？え？そうか。そういうことね。なんすか？確かにな、お前と俺、同じ理工学部出身やもんな。理工学部出身ならではの発想や。ちょっとみんな聞いてくれ。あの、後で言うわ。どうぞ。言ってください。いや、独立するでしょ。独立しいよ。独立するってことは、まあ、会社立ち上げる、まあ、1ヶ月ぐらいかかるのかな。で、その間にこっちは特許申請して商品化ですわ。どうぞ。はい、やめてください。まあ、やめはしないですけどね。なんやこれ。なやこれ。ちょっとどうぞ。せこいな、お前。部長、はい、え、今の案をお願いしますよ。いや、お前と一緒なんやけど。ああ、どうぞ。せこいな。いや、それを お前言えや。ほんなら言えや。僕は、はい、先にどうぞ。なんで言えや。いや、先に部長から。いや、お前が言え。いや、こういうのは年功序列でお願いします。いや、お前が言え。いや、部長。じゃあ、あかんって、あかんって、お前言え。いやいや、僕は別に。俺まだお前のこと信用してない。はい、言え、お前のこと。どうぞ。言え。言ってください。ちゃうって。早く言ってください。いや、俺お前が言うまで言わん。早く言ってください。早くね、みんな待ってますし。早くどうぞ。どうぞ。何やこの煮詰まり方。なんでこれ脳みそ同士で煮詰まってんの。どうぞ。いや、お前言えよ。部長からお願いします。いや、結局高圧熱伝導チューブでしょ。高圧熱伝導チューブをかまどに直接巻きつけることによって今までの2倍3倍の熱を米に伝えることができんな。せや。問題はでも冷却システムですよね。まあ、それが問題やんけどな。部長、やめます。お、ちょっと待って。そこまで思いついてた。お前なあ。いや、あかんで。そんなんすぐ思いつくで、こっちは。言っても優秀なチームよ。前から合わなかったんですよね、僕。何やら、ちょっと待って。いや、あかんで。ほんまに。いや、思いつくで、ほんまに。お世話になりました。あかんで。じゃあ、ほんまに思いつく。ん、
クレーションバルブシステム、まあ、やめはしないですけどね。お前なんやお前お前ほんまなんやマジで。はい、レギュレーションそうですよ。はい、どうぞ。おすごいなお前。すみません、どの面下げて帰ってこれるんですか。この間にも取って取れるもしないですよ。早く。まあとりあえずじゃあレギュレーションバルブシステムと高圧熱伝導チューブでなんとかなりそう。どないでしょう。そうか、コストオーバー。コストオーバーか。それなんとかなれへんか。素材か。それなんとかなれへんか。コストオーバー。なるほど。嫌な予感してきた。部長、めちゃめちゃせめぎ合ってる。ああ、いけば、ああ、やります、やります。待て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 、いけました。いける、やめますって何や。そんなんないでお前。ちょっと待てってお前、あかんって。もうここまで俺らがやったからなあ。お前ほんま独立一直線やな、ほんま。いや、あかんで、ほんまにな。いや、もうここまではもうここのもんやから、あかんて。もうパクリと一緒みたいなんだよ、ほんまに。いや、危なかったんですよ、この会社が。何が。すいません、失礼しますね、もう。うん、チタン素材か。それでいきましょう。もうええわ、こいつ。もうええわ。よく気づきました。もうやめてほしいわ、お前に。チタン素材です。もうええで、別に。それですよ、それ。ああ。早く進めましょう。すごいな。早く話こい。まあ、とりあえずチタン素材で行くとしてや。ん、どうしたお前。そうやな、あとはネーミングやな。部長、やります。えぇ、ー、やります。ちょっと待って、ネーミングやから。もうあとネーミングだけ。ちょっと待てて、ネーミングだけ。お前がこれやめても、あの同じ種類の違う名前のやつが出るだけなあ。あかんで、あかんで。どないしたほら。お前もやめる。それすごいぞ、お前。いやいや、そういうことじゃない。いや、違う違う。違う、あとネーミングだけやね。お前もやめる。お前もやめる。ちゃうね、ちゃう。お前もやめる。俺もやめる。